今週のおまけです。今週のおまけはユッキさん、男性20代、青森県の方です。就活で進路に悩んでおります。私の人生の目標は日本を第二高度経済成長させることです。それを叶えるためにどちらを選択したらよいでしょうか。政治家の弟子になる、国家公務員の経験者から政治家になる、ご回答よろしくお願いします。それも2番でしょう。それはまずね、行政、そこに入ってですね、しっかり勉強して社会的な経験も踏んで、それから機会があればですね、政治家になるという方法もいいかもしれません。で、政治家の弟子になる、いわば、秘書になったりしてですね、そこから出ていこうということもあるんですけれども、なかなかですね、政治家の、秘書になるといってもですね、誰の秘書になるかによりますけれどもね、なかなか、要するに政治家の社会というのは、世の中全体のことをですね、調整する仕事ですから、勉強になることは間違いありません。ありませんが、普通のですね、生活できませんね、大体。普通の、サラリーマンのようにですね、定時定刻に出社して帰ってきて家庭を持って、子供を作って、そういう生活はなかなかできない。それこそ、選挙になれば徹夜でやらなきゃならない、言われなき、私のように非難を受けなきゃならないこともあると。でもう大変ですね、ストレスかかりますよね。でだからこれは、そういうふうに、自分がやりたいと思って なるというよりもですね、ならざるを得ない、そういう形で、要するにみんながですね、押していただいて出てもらおうというような状況にならないと、どちらにしましても政治家になっても体制できないんですね。だからそれまでの間にはいろんな人生経験積んでる方がいいんだけれども、政治家の弟子になる、秘書になるというのもありますがね、まずは一般の社会はどういう形で動いているのか、役所の仕事というのは一番分かりやすいですよね。これは行政の立場からさまざまな国民市民の生活実態を見ていく、そしてそのまともなですね、真面目な、善良な市民生活をですね、やっぱり自分で体現しなきゃいけませんよね。でその上で、もしも自分がですね、やっぱりやろうという、気持ちもあり、そしてさらにですね、よし出してやろうと見込んでいただく人がいたりですね、それはその時のですね、運というか運命というかね、いろんなご縁ですね、そういうご縁で自分が思っていたことと違うところに行ったり、思っていたことになったりする。かくいう私もですね、もともと政治家になろうと思ってやってたんじゃなくて、親父が政治家をやってましたけれどもね、私の場合はたまたま、そういう道に行くことになりですね、そしてその中で西部先生やですね、それから西部先生のご縁で、佐伯先生や、兄弟の藤井先生や中野先生やね、いろんなこのご縁でですね、目覚めさせてもらうところがたくさんあって、気がついたらこんなことやってるということですね。ですからまずは、普通にですね、社会人として一歩踏み出していくという選択の方がいいんじゃないでしょうかと思います。今週のおまけでした。頑張ってください。